反路越え。で、これだな。風魔衆から、よっしゃ風魔衆から取れたな。じゃあこれももらえないかな。よーし完全独占来た。オッケーオッケー。もう風魔衆の勢力を俺が超えたってことだな、これは。お、おーおい、長男坊じゃねえか。大殿の息子。お初にお目にかかりますって、これちょっと。おいや、むしろこちらがご無礼捕まつったって感じなんだけど。いや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 。いやいや、お坊ちゃま、ちょっと、こんなところで会うとは。ていうか、今まで会ったことないっていうのが逆に不思議だよな。もう1575年だし。で、75年ってよく考えたら信玄まだ生きてんのかね。あともう長篠が起こってる時期だし。信康ってまだ生きてたか。信康はもう死んでるよな、史実だと。いや、ここで初めて会うとか、奇遇すぎる。さあ、信康の切腹イベントってまだ、あるのかな？まあ、長篠が起きてないし、三方ヶ原も起きてないから、可能性としてはあるよな。いやいやいや、信康、17歳。うん、いいね。ああ、いいな、やっぱこの能力値の高さ。長男坊は優遇されるからな。うん、家康の嫡子。母は今川一族の築山殿。織田家との清須同盟が成立した後、信長の娘、徳姫をめとった。その人となりは、豪遊英、なんだこれ、豪遊英米で、将来を嘱望されたが、後に母ともども武田家の内通を疑われ、信長の命で自害させられた。ああ、強いな。いや、ちょっと、イベント見たい気もするけど、ね、坊ちゃまを殺したくはないな。頑張れよ、坊ちゃん。じゃあ、紹介いくか。ナヤは、両方俺が持ってたっけ？すでに。ああ、やっぱりか。じゃあもう、意味ないな。この辺はもうあんまりないな、そしたら。お、ここにもあるな。キヨス、そういえば久しぶりに来たしね。そしたら、お、ここ空いてるね。多分そしたら、ネゴロシューとかだったのかな。お、ここも空いてる。うまい。あ、山くぐりし、これは乗っ取れるか。あ、ダメか。まあ、いっか。だいぶ増えたな。販路護衛費で、やっぱり、給料賄えるぐらいになりたいしね。まあ、1500巻ぐらいだから、今。だいぶ追いついては来てるんだけど。まあ、またこの前のネゴロ州のやつで増えたからな。よし。おー。39。39か。まだ100あるよな。3桁あるよな。まだまだやね。やっぱ減らさんとダメだな。途切機で。147か。全然だぞ。できれば30ぐらいまで減らしておきたいな。欲を出すならば。でもまあ、一人につき10下げるとしたら、あと11人で破壊をしないとダメか。きついな、それ。で、毛利家が助けに来る前に、なんとか落としたいもんね。そううまくはいかんかな。まあいいか。とりあえずじゃあ、金庫にお金を入れよう。まあ2万9000だし、資金的にもなんか無理だな。一回3000貫で高いよね、でも。どうしたもんか。できれば破壊工作は一気にやってしまいたいんだよな。どうしよう。とりあえず指令を出すけど、間違えた。27000、あと9回か。9回はできるけど、てかお金は持っていきたいもんね、一応。全部が全部、継ぎ込めるわけじゃないよな、破壊工作に。まあ、いや、一応できるやつは破壊やらせよう。ガンガン下げていかなきゃ。よっしゃ、破壊と、あとはネゴロ甲賀の訓練かな。よし。でもなんか、どうだろうな、これ破壊工作ちまちまやっても、一気に畳みかけないとな、修繕されると意味ないからな。147か。なかなか防御が硬いな、トギキ。まあ、伊賀まで攻めてくるぐらいだし、さすがに
寄り気もあったんだろうな、余力もね。どうだろう。ただこの途切れさえぶっ倒してしまえば、あとはね、もう楽勝だと思うんだよな。あと山くぐりしかないしね。あと八夜か。うん、この辺もそんなに苦労しないだろう。問題は風魔とかその辺だもんな。一番怖いのは毛利家だね。前回みたいなことにならなきゃいいんだけど、織田家も頑張ってくんねえかな。よし、じゃあとりあえず今回は時間だし、ここで一旦区切っとこうかな。はい、よし、こっから違う日です。違う日に撮ってます。前回は、なんだっけ、指令出したとこで終わったんだっけか。そうだね。あ、どうしよう。4500。ちょっと花粉が、ひどいわ。花粉症のせいでもう動画を撮る気になれねえっていう、目がしょぼしょぼして、どうにもならねえな。軍資金はいくらあるんだっけ。ちょっと、多分今回の破壊じゃ多分足りねえから、ちょっとね、もうちょっと、お金をさ、あ、15,000。うん。もうちょっと金貯めてくるか。そうだな、ちょっともうボコボコに破壊しまくって、でも一気に攻め立てるしかねえな。やっぱ毛利の援軍が怖いからね。一旦切るぐらいで、行きたいところだな。じゃあ念のために、また資金集めかな。うわぁ、また定かよ、もう。もうあれだ、もう早急に潰してえな、トギキシュ。くそー。こんな時に邪魔しに来やがって、マジで。サダをこの場でぶち殺してやりてえんだけどな。ちょっと俺のプレイヤーのコンディションがいまいちだからね、今。よし、雑魚が。マジ疲れるし、こいつら。マジで後でぶち殺すわ、あいつ。でも多分、途切れでそんなことやってる余裕ねえだろうな。うん、おそらくは交渉であいつも味方になるんだろう。味方にした後に追い出すか。ああ、ちょっと今日は目がしょぼしょぼして、これが限界だな。21,000貫だな。ルーレットが見れたもんじゃねえや。目がしょぼしょぼで。いらん。防御度下げてきてるけど、どうかなぁ。ちょっと待って。一覧で、突撃手。あ、不明になっちゃってる。ちょっともう一回調べさせるか。もっと破壊させないとな。40下がって、多分この前180ぐらいだったから、まだ140ぐらいあるんじゃねえのか。100ぐらい増やさねえとな、減らさねえとな。ちょっと、入金で、金ばっかだもんな、かかるのが。どうしよう。話す。どうしようかね。みんないるのかな、ちょっと。昇進。いないか。こいつらだけか、まだ。そうだなぁ。じゃあ、こいつらにまた破壊を命じて、その間にまた忍術を覚えてくるか、寝頃かなんかの。そしたら、じゃあまた全員破壊でいいかな、これは。左平次とかも忍術マックスだよな。よしよし。あ、松井はちょっと微妙か。松井微妙だな。じゃ、松井以外みんな破壊してこよう。え、杉の坊もお前忍術3かよ。お前、忍者の忍びの頭じゃなかったのかよ。じゃ、杉の坊と松井以外で破壊してくるか。いや、でも一気に行かないと意味ねえんだよな、破壊は。どうしよう。よし、じゃあ松井に突撃の拠点調査させて、あとは破壊と。これでいいかな。うん。そしたら、じゃあ、回復して。お、
お、ヨドヤと伊賀崎さん。伊賀崎？あ、今伊賀崎いなかったっけ？いなかったか。伊賀崎ももう一回破壊に行かせようかな。うわ、反路増えたな、しかし。じゃ、これを上げてきてもらおうか。オッケー。よし、じゃあ、忍術、覚えに行こうかな。そしたら、甲賀はもう、極めたから、次、また近場の寝頃に行こうか。寝頃の忍術を抑えていこう。でも今日はちょっと花粉症という負い目があるからな。ちょっと不安だ。なんか最近花粉を飛ばさない杉が開発されて、で、それがなんか普及するみたいな話を聞いたんだけど、どうなんかな？ちょっとかわいそうな気もするけど、だ花粉がない、ねえ、杉なんて。ねえ、男のあれを切り取ったような。あ、いいや、始めようか。OK。よーし、上出来。久しぶりにいい感じにできたな。うん。今回は、お、雷爆、これだね。うん。これ欲しかったんだよな。オッケーオッケー。いいの入手したな。よし、じゃあ、一旦本家に戻るか。ほい。よし。みんな帰ってきたかな？いいね。防御度ガンガン下がってるな。これ結構下げたんじゃねえか。防御度。あ、訓練度上昇と混じってちょっとわかりづらいけど。あとなんか、この修行で指定できるの知らねえのって聞き方がいたんですけど、なんか、自由にした方が成功度が上がる気がするっていうコメントがあったんで、あと、いちいち一人一人指定するのめんどくさいんで、指定するのをやめたってだけだな。指定してもいいんだけど、疲れるな、こんなに人が多いと。で、妻と話すと。お、開封書、それ前ももらったぞ。まあいいけど、ありがとう。よし、そしたら、ちょっと、指令の前行く前に、ちょっとみんなと仲良くしとこうかな。一回。最近みんなとね、話す機会も少ないじゃない。親密度やっぱちょっとずつ下がっていってるもんな。主人公札を手に入れていこう。杉の棒にあって。そうだね、じゃあ贈り物で、うん。勝ち3以上。何番トライの品。何番トライの品あげちゃうか。ちょっと買いだめしてたからな、何番ものは。五右衛門にあげようと思ってたんだけど、しょうがねえ、十字架あげよう。これは喜ぶでしょう。でもまだ 1.5 か。入門。あ、これ鉄砲だよね。津田流は。まあいいや、鉄砲は。よし。あとは、そうだね、あとはみんな結構、左平次もちょっと仲良くしとくか。贈り物で、何番トライ？みんな何番トライなのか、伊賀衆。なんでな？五右衛門の影響を受けたのかな、みんな。まあね、あんまり、あれだし。懐中時計はちょっとな、五右衛門用意取っとくか。いずれ五右衛門に会う機会が、会うとも限らん。会わないとも限らんと。なんかないか？贈り物。金塊は、あったあった。これ送っとこう。22個持ってるし。オッケーオッケー。基本金塊でいいな。こいつらは。陣内はいいや。伊作、安部。こいつも仲良くしとくか。なんかできるだけみんなと仲良い方がいいよね。武具を好む。武具を好むか。じゃあなんかいいのあげようか。そうだな。おかず海苔あげよう。桃地の、ね、精神を君が引き継ぐんだ。安部よ。頼りにしとるぞ。で、缶は、オッケー、マックス、マックス。あ、向井は、まだ親密度、マックスだけど、札がもらえてないな。うん。多分、贈り物したら札もらえるんじゃねえの？芸術品、なんか安いのあげようぜ。そうだな。芸術品か。ワイングラスあげようか。はい。あれ？あれもくれるんだ。よかった。あれ？あ、くれねえのか。なんでだろう。これ俺が頭になっちゃったからダメなのかな。
どうだろう。なんか身分が釣り合わないともらえないんだよね、主人公札を。鵜飼、鵜飼試してみるか、そしたら。贈り物で、じゃあこいつも金塊でいいよな。金塊は便利だよね。しかしこの金塊をばらまく作業もなかなか久しぶりだな。まだまだか。宇治綱とかどうだろうな。武具を好む。じゃあなんか武具あげるか。そうだな、あんまいいのあげても微妙だし。青をあげよう。はい。それなり。お、来た来た。オッケーオッケー。お？あ、また同盟のよしみか。細川宇治綱。なんか全く関係ないよな、これ。オッケー。で、なんで向井だけもらえないんだろうな。ちょっと悲しいぞ。直政ももらっておきたいな。こいつもなんかくれなそうだな。親密度ここまで高くて、札がまだもらえてないという。お前も武具か。こいつになんかいいのあげよう。せっかくだし。これあげようか。骨ばみ。ちょっともったいねえか。どうしよう。シックス。なんだかんだでちょっとケチってしまうな。あと 0.5 だもんな、どうせ。じゃあ、金塊でいいか。はい。よし。お？何かいただけぬでしょうか。松代までの家宝といたします。もうそう言われるとなんかいいのあげたくなるな。松代までの家宝にするって言ったな。ちゃんと引き継げよ、お前。これあげるから。吉光骨神。これやるから。お前の気持ちはプレイできるようになるってことなの？おー、また同盟の趣味だ。いいね。っていうか、ちゃんとお前装備せえよ。あれ、今渡した剣、刀。いや、こいつ、何使うんだろう。槍使いそうだよな。森田兵とかに似てるよな、なんか、グラフィック的に。まあ、いいや。吉光骨神をこいつは松代まで保管してくれることだろう。まあ、久秀からパクったんだけどな。あとはどうだろう。あとはみんな、いいかな。楓とか、源之丞、夏目。そうだな。ああいうとこ、鵜飼とかは欲しいとこだけど。いっか、これで。じゃあ、またね、指名を出しに行くか。ほい。じゃあ、指令の間。あと、その前に、拠点で、途切れ。お、防御度56か。かなり下げてるな。防御度56。指示大名毛利家か。攻めるか。一発行くか。ちょっとセーブしよう。セーブして。ここ。よし、じゃあ今日はコンディション悪いから次回攻めよう。今日はここまでだな。